はい、皆さんこんにちは。今日は先日発表になって公開されましたチャット GPT-4o、 これについての面白い使い方、これをご紹介したいと思います。先日までは 4o とか日本人らしい読み方をしていたんですが、やっぱりみんな 4o と呼んでるので、僕も 4o と呼ぶことにします。じゃあサムネイルにもありますように、クリエイターさんが泣いて喜ぶような未来が見えましたので、その辺のところをお話しします。ただし、僕の方でも100点とは思っていません。もう少しいい音だったらさらにいいのになというふうな思いはあるんですけれども、これからの未来、チャット GPT-4o、 4o ですね、これの方の今後の未来というのがとっても見えたのでお話しします。僕の方で自動車のエンジン音3回孵化した感じのサウンドを作ってというふうにしますと、このような形でプログラムを組んで、さらに分析が始まってですね、そしてここにエンジン音というリンクができるようになりました。ちょっとこれを押してみます。今日は時間の関係もありまして、こうやって作った音もいくつか聞いていただきます。エンジン音をクリックしますとダウンロードができるようになります。そうしましてダウンロードをします。はい、右上にダウンロードが出てきました。これをちょっと鳴らしてみましょう。はい、どうでしょう。もっと迫力あったらいいなと思われた方もいてるかも分かりませんが、こういうことができるようになったわけです。次に行ってみましょう。海の音を約5秒間作ってくださいというふうに言ってみました。するとそれもできました。ちょっと聞いてみましょう。はい、波のような音は出たと思うんですけれども、シャーッと言ってるだけでですね、波が押しては引いていくような、そんな波を僕は想定していましたので、ちょっと違うなって感じです。そこで、音は悪くないけど、波が押しては引くような音が欲しいんだというふうに言いました。そうするとですね、波が押して引くような効果を再現するためには、音量のエンベロープを適用し、一定周期で上がったり下がったりするようにします、ということでこのように書いたんですが、このコードでは低周波と中周波のノイズを生成し、それらを組み合わせてから音量のエンベロープを適用して波が押して引くような効果を作成します。これによりリアルな波の音を再現できます、なんですが、でもリンク作ってくれなかったんですよ。お前作ってほしいんだよっていうのが僕の考えです。ですから GPT の方ではできませんかというふうに言いました。そしたらこんなふうに作りかけました。できるんかよって感じですよね。できるんやったら最初からやれよって感じですけれども、こうして波が押して引くような海の音というふうなのができました。これクリックします。そして保存します。聞いてみましょう。できるじゃん。できるんだったら最初からやれよって感じですよね。そんな形でこんなこともできるわけです。じゃあ今度は実際にやってみましょう。和太鼓のような音を5回鳴らしてこんな形で言ってみます。ほう、できたできた。和太鼓のような音を5回鳴らしたサウンドを作成しました。やってみましょう。はい、こんな風にちょっと和太鼓という迫力は足りませんができました。じゃあ拍手というようなものもやってみましょう。
大勢で拍手している感じの音が欲しい。どんなんできるかな。はい、できました。あれ？って感じですね。拍手という感じじゃちょっとないですね。こういうふうにまだ能力が足りないなと思うようなこともあるわけです。いいところも悪いところもお見せしました。最後におまけのようにですけれども、ドラムのような音も作ってみましょう。ドラムのスネアとハイハットの音2つ作ってというふうに言ってみます。はい、何も言ってないのにクローズドハイハットとオープンハイハットまで作ってくれました。まあこのままも鳴らせば鳴るのは皆さんもう分かりますよね。これでは面白くないので、これでリズムパターンを作りましょう。上の3つの音を組み合わせて4小節ぐらいのリズムパターンを作ってください。こんなんできるかな？これができたら、まあ今は音が100点ではないから完全にはできるとは言い難いですけれども、DAW、これらで使うような音をうまく作れる。そんな感じがします。おお、もうできちゃった。はい。そうしますと、この4小節のリズムパターンをダウンロードします。はい、鳴らします。とですね、ちゃんと組み合わせはできていますけれども、スネアとハイハットの音だからこういう風になるんですね。じゃあここにバスドラムの音も作って、そしてリズムを作り直して、でこんな風にもう一発でいきます。まあ僕の言いたいことが分かったようです。はい、バスドラムの音を追加しリズムパターンを作り直しました。以下のリンクからダウンロードできます。すごいですね。ちょっと良くないって感じです。もう少しバスドラムの音がはっきりした音だったらいいんでしょうが、まあまあこの辺で許してあげましょう。でも今日は僕なんかのように音楽を中心に活動している人間にとってはですね、とっても新しい未来が見えた。そんな感じがしています。皆さんもぜひ試してみてください。それではまたねー。